はいはい。はいはい。いや。だが通と一緒やさい。名護市長、南で進むでございます。辺野古に新しい基地は作らせないという思いは、これまで多くの皆さんがお話をしていただきました。私はもう一つ別の視点からちょっとお話をいたします。今皆さんがお座りになっているこの場所、ここは辺野古の皆さんがハリー教頭をする場所です。そして1月1日正月には初日の出を拝むためにここに辺野古の皆さん県民がお集まりになります。しかしこの場所は今の計画によりますと埋め立てられて先をヤードに予定をされているこの場所なんです。ここが埋め立てられ、そしてここに新しい基地が作られると正月に初日の出を拝むそのような光景は全く見られなくなるんです。さらに埋め立てにより先ほど吉川さんのお話もありました。私もこのマットにいっぱいの呪言の応援をいただいておりますけれども、この豊かな海には今でも呪言がたびたび顔を出して挨拶にやってくるんです。その貴重な豊かな自然、そして絶滅危惧に指定される呪文の守る、そのことをできるのは今ここに集まっている皆さんと、そしてここには来れなかったけれども思いを一つにする県民、県外の皆さん方の心を一つにした思いであります。もう一つ、今作業が進められておりますけれども、それを止めることができるのは小長さんです。私たちが夢と希望を託せる、そして豊かな未来を子どもたちに残すことができる、そのためにも小長さんが必要なんです。1月の市長選挙を勝ち取りました。去る9月7日の市議会議員の選挙も半数を勝ち取り、名護市民ははっきりとノーの意思を示しました。この流れを、この勢いを11月16日に行われる県知事選に今一度皆さんの力を結集して、小長武志新知事を誕生させ、日本政府、アメリカ政府にオール沖縄で反対をしている、そのことをしっかりと見据えてやろうではありませんか。
私たちにはたくさんの支援者がおります。県外はもちろん世界中から著名な学者の皆さん方、いろんなジャンルで活躍をしている方々、たくさんいらっしゃいます。私たち名護市民沖南市は日本政府の強い大きな差別を受けておりますけれども、でも我々は孤立はしていない。私たちは自信と誇りを持って辺野古を飛べ、そして沖南市のアイデンティティを示しましょうよ、皆さん。この先頭に小長さんを立てて前進突き進んでいきましょう。頑張りましょう、皆さん。ありがとうございます。すいません、一つ忘れていたことがあります。さあ、ここで朝日を大賀持っているお話もしましたけれども、私も毎年正月はここに来ます。でそして初日の出が上がるとき、火曜のじいが何をおっしゃったかと言いますと、上がりすぎか、進むか、上がっていくんだということで励ましてくれます。おかげさまで今でも正月はここでおじいも一緒に赤いピーダを拝み、そしてみんなの沖縄の未来を、平和を打とうとしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありました。私もこのマットにいっぱいの呪言の応援をいただいておりますけれども、この豊かな海には今でも呪言がたびたび顔を出して挨拶にやってくるんです。その貴重な豊かな自然、そして絶滅危惧に指定される呪言の守る、そのことをできるのは今ここに集まっている皆さんと、そしてここには来れなかったけれども思いを一つにする県民、県外の皆さん方の心を一つにした思いであります。アイサーイアリカリミヤジャガクルトにしてください。名護市長南出進でございます。辺野古に新しい基地は作らせないという思いは、これまで多くの皆さんがお話をしていただきました。私はもう一つ別の視点からちょっとお話をいたします。今皆さんがお座りになっているこの場所、ここは
辺野古の皆さん、もう一度今作業が進められておりますけれども、それを止めることができるのは小長さんです。私たちが夢と希望を託せる、そして豊かな未来を子どもたちに残すことができる、そのためにも小長さんが必要なんです。1月の市長選挙を勝ち取りました。去る9月7日の市議会議員の選挙も半数を勝ち取り、名護市民ははっきりとノーの意思を示しました。この流れを、この阿里共闘をする場所です。そして1月1日正月には初日の出を拝むためにここに辺野古の皆さん県民がお集まりになります。しかしこの場所は今の計画によりますと埋め立てられて作業ヤードに予定をされているこの場所なんです。ここが埋め立てられ、そしてここに新しい基地が作られると、正月に初日の出を拝むそのような光景は全く見られなくなるんです。さらに埋め立てにより先ほど吉沢さんのお話はいよいよ11月16日に行われる県知事選に今一度皆さんの力を結集して、小長武志新知事を誕生させ、日本政府アメリカ政府にオール沖縄で反対をしている、そのことをしっかりと見据えてやろうではありませんか。私たちにはたくさんの支援者がおります。県外はもちろん世界中から著名な学者の皆さん方、いろんなジャンルで活躍をしている方々、たくさんいらっしゃいます。私